見てる誰か。おやるでしょ、みかちゃん。楽しそうなやつなんで、これからみかちゃんとやってみたいと思います。グループ占いどうしようかな。イケメン100人これ気になるよね。これ気になる。え、これやる。イケメンイケメンやる。最近数々のイケメンが結婚してるからね。ごめんなさい、ごめんね。熊み誕生日さ、知らなかったりしてもこれで覚えられる。確かに、うん、今、熊崎さんの誕生日は9月21なんだと思ったもん。プレゼントあげようとかできるね、うん、それでね、だよね。すごい。だからさ、気になる男の子とかさ、そうそうそう、混ぜてさ、こっそり。素晴らしい、素晴らしい。オッケー、スタート。スタート。声に聞くと思うテク、壁ドン流行ってるからね。ボディタッチが手軽だね。そうなんだ、そう思ってたんだ。え、わかんない。誰暮らしするなら、なんだろう、なんか全部いい。でも、どれか一つだよ。悩みすぎる。決めるの早いよね。え、だって占いって直感が大事って。じゃあこれにする。うん、突然の雨、あなたの行動は。私これ。早いね、決めるの。暇つぶしするなら。わかる、これ。うん、そうかも。あ、やった。うん、想像しよう、イケメン。うん、そうだね。意外に乙女、ロマンチックチーム。クマミキさん、うん、守りたくなる純情派。私これが気になっちゃってさ。セクシー。あ、すっごい。嵐を呼ぶ元気印。元気なんだか落ち着いてるのかなんだかよくわからないイメージだった。あ、でも確かに。イケメンたちがあなたとしたいこと、旅行会社社員。想像して。社員だよ、社員。イケメンピアノ奏者。おお。クマミキさんのために心を込めて演奏した。私それ弾いちゃう。こう愛のソングとかさ、やられたら私ちょっと笑っちゃう。ピカちゃん、うん、自転車屋、街の自転車屋さんだよ。次がさ、イケメン金券屋パシリっぽいね。一番あなたを好きなのはこの人でした、うん、相談に乗ってくれる彼、うん、アウトドア系だからちょっとさ、うん、どっか行こうぜプイみたいな、うん、それいい、それいい、いい、いい、ついてく。私はみんなの悪。あー、でもイメージなんかそんな感じ。なんかドラマっぽいね。あ、絶対置いてきちゃった。大丈夫、私が読み込む。 LINE 教えてって、こういう時にさ。なるほどね、やるんだよ。なるほどね、すごいね、すごいね。さりげなくこの、ね、聞いちゃうっていうね。絶対みんな合コン帰りとかにやるんだよ。いいよね。終わり。当たってた。うん、楽しかったね。うん、やっぱイケメンって言葉が入ると楽しいね。他の占い、うん、え、どうしようかな。なんかさ、もう全部やりたいよね。全部やりたい。オーラ、オーラ。え、これ3人にしたら芸能人入れられるのかな。え、じゃあ3人にしよう。うん、うん、有名人、有名人。え、ジャンル誰がいいんだろう。誰、おー、え、どうする。男、女、兄、ゲーム。え、あー、どうしよう、どうしよう。ヤサマーズ好き。私もサマーズ。え、ザサマーズ。え、どっちにする。あった、ランチバイキングで食べるなら全種類まんべんなく。勉強の頑張り方は、つい部屋の掃除をしてしまう。え、ミムさんになって決めるってこと。ミムさんなら何するかな。気にせず出かけしてそうじゃない。そうだね、イメージで決める。うん、超真剣に考えるしかも。オーラだね。オーラ、オーラ、なんも何か忘れて。選んでる間に何してるんだっけ。透明。無色透明。透明だけど存在感は抜群だからね。すごい。どういうこと。おお、激しい黄色。黄色、黄色、黄色、黄色だ。見てる誰か。黒から赤の。おお、ミムさん、ミムさん。ミムさん、まあいいや。はい、これオーラで読み解く隠れ本の本性。ミムさんはまあいったね。終了。楽しかったね。当たってた。当たってた。うん、当たってたし、なんか突っ込みたくなる。わかる、わかる、わかる。ワイワイできるし、仲良くなりたい男の子とやった方がいい。ね、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 きっかけになるかも。そう、女の子同士もいいし、男の子と混ざ
さってやるのも超楽しいと思います。で、この動画を見てくれてるそこのあなたに通販っぽいでしょ通販っぽいやつってやるとっておきの情報です。なんとここに書いてあるクーポンコードクーポンコードをご覧になるときに入力するとなんと100円引きでゲームができちゃいます。本当これ結構大きいよね。というわけでぜひクーポンコードを入れてやってみてください。で、このゲームのマシンが置いてある場所とかは動画の概要欄にリンク貼ってあってそこにいろいろ載ってるのでそこを見てください。